みなさんこんにちは、ごはんです。ゆかです。ごはんメソッドへようこそ。ごはんメソッドチャンネルを見に来てくれてありがとうございます。いつもあのバックグラウンドでたまにうるさいやつが、あの私のワンちゃんです。シュティ君です。みなさんこんにちは。はい、シュティ、あっち行って、あっち行って、大丈夫、あっち行って。ゆか、ゆかちゃん、いい音って何だと思う？私はストレスフリーな音がいい音だと思っています。雑音がなくて、芯があって、息がストレートに流れていて、そうすると何よりも演奏者がストレスを感じないで演奏できるんじゃないかなと思うので、それがいい音だと思います。人の気持ちを考えてみましょう。子供の時、多分みんないい演奏者の音を聞いたら、あー、それはいい音と思う。その音、そのいい音がなんかブランドになる。そのことは悪くないんですけど、もしずっと空からその音だけがいい、別のタイプの音が嫌だ、その考えがちょっと良くない。もしかしたらいい音ですと生徒に押し付ける先生もいるかもしれません。私は子供の時、先生方がみんながその時の有名なプロフェッサー、有名な教授、有名なスーパースターのクラリネットの音、あの人の音が本当にいいですよね。でも私は大人になって、その音は今の考えと合ってない、ちょっとストレートすぎるとか、いろんな好きじゃないのことがある。でも本当はあのいい音はみんな自由に自分で好きな音を自分で楽しみたい、自分で好きなものを探してください。それが一番大事。本当は僕にとってはいい音がいい振動、リッチな振動です。僕にとって大事なことは、ね、音色が大事、音色が本当に大事。でも大事じゃない、あの音楽の作り方が大事。確かに私もこう有名な演奏家の方の音とかを聞いていても、自分の出したい音とは少し違うなって思うこともあります。 でもそういう人の演奏を聞いていても、こう表現方法だったりとか、そのイメージとか素敵なところもたくさんあって、結局大事なところって音色だけではなくて、その自分がやりたい音楽だったりとか、出したい理想の音、自分が満足する音を出せるっていうことが一番大切なのかなと思います。そうね、あの自分の音を満足してなかったらあまり練習したくない、全く練習したくない。だからあの自分の好きな音を探すまで、いろんなアクセサリーとか、いろんなリードとか、リガチャとか、マウスピース、いろんなことを試して、あの自分で本当に好きなものを見つけるまで。見つけたら感情は、あー、 This is my sound! Oh my god! This is my sound! では音にはどのような文化があるのか、いくつか例を見てみましょう。例えば Le France、このフランスじゃない、あのこのフランス。
ランスの音色とか音楽やり方はフランス語みたい、すごいメロディック、すごいエレガントっぽいだと思います。Comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel, les étoiles lointaines, comme on pense qui chante, on reprend sa chanson, j'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. 次はドイツの音色を見ていきましょう。ドイツ、ドイツ。このドイツじゃない。ドイツではこうカール・ライスターとかが典型的な音色として有名かなって思うんですけど。そうね。本当にもう70何歳、わかんない、ひどいことを言いたくないけど、多分まだ80歳がないかな、わかんない、わかんない、もし誰か知ってたら、ぜひコメントで書いてください。でもまだめちゃめちゃ有名、もちろん何年前からずっと あんまり演奏しない、たまにでもまだすごいレジェンドです。そうですよね、ゼルフックスとか、オッテンザマファミリーとかも有名かなと思いますね。ドイツのオーケストラで、ドイツのオーケストラの文化で、その典型的ないい音を絶対守りたいの思いがある。こう伝統が受け継がれているから活躍してるのかなって思いますよね。あとドイツの音色の文化からもう一人言いたいの人がいる。大事な大事なスーパーソリスト、ザビネ・マヤ。ザビネは重要なクラリネットソリストの一人ですが、ライスターのような典型的なドイツのオーケストラの奏者の音とちょっと違います。でもザビネが自分の音色、自分のスタイルの音色でめちゃめちゃめちゃいい音楽をやってる、他のヨーロッパの国の音色の文化のことほとんど全部はこの2つのドイツとフランスの音色の文化からミックスしていろんなスタイルがある。でもそれからなんかある？でもアメリカとかだとこう理想的なサウンドって結構似てるというか、音色ってみんなこうソフトな柔らかい感じとかまろやかな感じが多いかなって私は思いますね。そうね、いつもアメリカの映画見たらほとんどみんなの音色めっちゃ似てるだと思う、今までいろんな音色の文化のことを話して、これからちょっとだけ特別なカテゴリーに入ってないの音色のことを話しましょう。私は高校生だった時、私の大好きな先生がアメリカ人の、アッケル・ビラクの録音を見せて、それは面白い、彼の音色がクラシックの耳で聞いたら分かんない、面白い、ちょっと聞いて。
いでしょ、うん、なんかめちゃめちゃスムーズ、うん、めちゃめちゃふわふわ、多分わかんない、多分笑っちゃったかもわかんない、でも、すごいすごい音楽的。あとはジャック・ランスローとかも、うん、私は特別な音かなって思っていて、うん、こうあのランスローが日本でめちゃめちゃ有名でしょ、うん、すごい有名ですね。私も中学生の時からクラリネットを始めて、うん、すぐ知りましたし、うん、12歳かなの時から知ってたし有名ですし、うん、あとはこう軽やかな音で自分のやりたい音楽をすごく持っている方だと思っていて、聴いているとその表現したいことが伝わってくるからすごく面白いなって思います、うん、ハンガリー人そんなに知らなかった、だから、うん、私は私の、日本人の妻と、そのこと知ってて、一番最初に聴いてでちょっとびっくりした、あの音色がちょっと薄いみたい、でもなんか音楽が本当にすごい勉強になった、あの本当に素晴らしいだと思う。リガチャとかリードとかあったらコメント欄で教えてください。今日もこの動画見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。お願いします。また大チェ